はい。札幌中心部も風がうねっているようで降っている雪だけでなく積もっている雪もまた飛んできますねいや札幌は風10メートルということで結構雪が舞っているような状態ですね先ほど石狩地方に出ていた暴風雪警報解除されたんですがその他の地域まだ警報出ていますので、はい、そちらから見ていきます暴風雪警報宗谷地方留萌地方門別阿波市根室釧路,釧路地方に出ています続いてハロ浪警報です 日本海側とそしておほうつく海側の地域広く波浪警報が出ています今夜は猛吹雪そして高波に警戒をしてください宗谷地方では明日の明け方にかけて警戒が必要ですでは今夜から明日にかけての天気のポイント見ていきましょう空ナビはこちらですまず暴風雪のピークとしては今日になりそうなんですがただ明日も引き続き大雪そして強風に注意をしてください雪雲と風の予想から見ていきます あ夜も風で窓がガタガタと音を立てるかもしれませんねはいこの後7時の雪雲と風の予想赤いラインが風が強いことを示していますでは時間を進めていきます今夜から明日にかけても日本海側そしてオホーツク海側を中心に風が強く断続的に雪が降りそうです明日の日中道東方面では一旦雪が止む時間あるんですがただ午後になるとまた降り始めてくるでしょう ピークとしては今日で明日に関しては今日と比べると多少雪も風も弱まってはきそうなんですがそれでも引き続き雪そして強い風に注意が必要ですでは降る雪の量を見ていきましょうまあ、風が強くなかなか雪かきもできるような状況じゃないんですけどもまだ降りますもんねはい予想降雪量今日午後6時から明日午後6時までの24時間で見ていきたいと思いますまず赤いマークですね シリベシ地方、それから知床方面にも見られますがこれが30センチから40センチ、そしてオレンジ色、札幌も含めて20センチから30センチ、日本海側とオホーツク海側に広く黄色の10センチから20センチとなっていまして明日もまとまった雪のところ多くなりそうです。札札幌幌ののの中心部ででも20センチ前後の雪をを予予想しししてていいいまますでは詳報見きょう まだ明日も雪は残りますねはい、今降っている雪が明日も続きそうです明日の朝も雪かきが必要になりますので今夜のうちに1回しておくと明日の朝少し楽になるかもしれません雪風ともに今日ほどではないんですが一時的に吹雪時間帯があったりまとまった量の雪になりそうです では時間ごとに他の地域も見ていきましょうこの浜尻ももう雪が吹き付けていて急にホワイトアウトにもなりそうですね特に今夜遅くまではこうして吹雪ような状況を続きそうですねでは南西部の予報から見ていきます札幌や小樽くっちゃんでは1日を通して断続的に雪が降るでしょう特に小樽の周辺などしりべし地方雪の量が多くなりそうですその他の地域ではおおむね曇りの天気になるでしょう続いて北部です ルモイや石狩では今降っている雪が明日の朝まで続きそうです。日中も雪の降りやすい状態が続いて吹雪くこともあるでしょう。その他の地域でも弱い雪の降る時間帯がありそうです。東部の予報見ていきます。門別ですとか、それから今ご覧の浜尻の周辺、朝の時間帯まで吹雪くでしょう。その後一旦止む時間がありそうなんですが、お昼過ぎからまた降り出してきそうです。車の運転は吹雪による見通しの悪さに注意をしてください。 では明日の気温見ていきましょう、まあ、風の強さが残ると気温と体感はまた変わってきますもんねいやだいぶ変わってくると思いますね明日の日中の気温なんですが今日と同じかやや高く2月の下旬から3月上旬並みのところが多くなりそうですただ明日も風の強い状態続きますのでその分寒く感じられそうです寒さ対策皆さんしっかりするようにしてください 明日朝の最低気温ですが今朝よりも2度前後高く3月並みのところが多くなりそうです強い冷え込みはない見込みですではその注意点もまたしっかりと確認していきましょうこのルモイもライトがにじむほどの雪の降り方になっています ルモイも今夜そして明日にかけてもこうして雪の降り続く天気続いてきそうですねではその注意点なんですが路肩の雪山もうかなり高くなっているところ多いと思いますので急な飛び出しに気をつけてくださいそして明日ですとか週末あたり除雪をする方も大勢いらっしゃると思います除雪機に雪が詰まってしまった場合は一度エンジンを止めてから取り除くようにしてください それから道幅もだいぶ狭くなっていますので車がすれ違うときなど運転くくれれぐれも注意をしてください警報が解除されて雪の降り方が落ち着いてきたとしてもこのあとまだ雪の事故気をつけたいではこの先の天気、週間予報を見ていきたいと思います。 湧かなもこの後も吹雪そうですね。では南西部の週間予報です。明後日土曜日、冬型の気圧配置は緩んで、札幌の雪や風も弱まってきそうです。週末から週明けにかけては、冬としては穏やかに経過するでしょう。雪の片付けをする場合は、2人以上で、そして携帯電話を持ってするように心がけてください。来週に入ってからも雪マークがついているところありますが、大雪にはならない見込みです。続いて北部と東部です。 明後日土曜日、阿波市の周辺では雪の降りやすい1日になりそうです。来週も東北ですとかオホーツク海側、曇りや雪の日が続くでしょう。ただ極端な大雪にはならない見込みです。一方で太平洋側の地域、晴れる日が多くなりそうです。気温に関しては太平洋側の地域、火曜日まではプラス2度前後で経過していきそうです。連日の雪と風で吹き溜まりも大きくなっているかもしれません。お仕事などで車を運転する方は事故にお気を付けください。